デジタルメディアプレイヤーのレクリエイティブ全ビジョンデジタルメディアプレイヤーは古くは対応するファイルの種類から MP3 プレイヤーとも呼ばれていたデジタルオーディオプレイヤーの機能を拡張し音楽など記録された音声ファイルのほか、動画など映像を含むコンテナフォーマットの再生に特化し利用者には情報処理機能を意識させずに各種利便性を提供する情報機器である。なお、 携帯機器の範疇として、ポータブルメディアプレイヤーと呼ばれたり、対応するファイル形式から MP4 プレイヤーなどとも呼ばれる。ちなみに、パソコン上において、各種メディアの再生を行うユーティリティソフトウェアやアプリケーションソフトウェアを指して、メディアプレイヤーとも呼ぶが、本校では主に携帯機器として完結した製品について記述する。これに該当する製品は、 携帯機器の市場が主流であるが、一部はデジタルオーディオプレイヤーの発展型である一方、他の機器の多機能化や付加機能の形で発展してきた製品も見られる。目的は各種メディアファイル内に記録された音声や映像を再生することであるが、市場競争の激しい娯楽家電分野では、他の機器の付加価値として、それらの再生機能を備えた製品も流通している。 例えばポータブル DVD プレイヤーやカーナビ、あるいは携帯型ゲーム機などでも、メモリカードなどの電子媒体に記録されたメディアファイルの再生機能を備える製品は少なくない。デジタルシグナルプロセッサの高性能化や多機能化がそれを可能にしている一方、汎用の CPU も、携帯機器向けに小型小電力化され、組み込みシステムと連携したものが、 高度で多彩な機能をユーザーに複雑な操作を要求することなく実現している。再生機能を有する機器は多岐にわたる。講義にはパーソナルコンピュータやネットブックなど安価ながらパソコンとして最低限の機能を備える携帯機器、再生機能に対応した携帯情報端末及びスマートフォンなどは一種のメディアプレイヤーとしても利用可能である。 またデジタルフォトフレームのように静止画表示を前提とした機器でも一部の動画や MP3 など音声ファイルに対応する場合があり、境界は明確ではない。前述のように様々な製品の中に動画再生機能が見出せる。さらに2010年頃よりは iPad、iPod Touch のようなメディア再生に特化したタブレットコンピュータやスマートフォンではなく、 デジタルメディアプレイヤー的な機能に絞った Android OS 搭載機器も登場している。これらのコンパクトで軽快な動作を主体としながらも汎用性のある OS を搭載した製品では従来のデジタルメディアプレイヤーがコンテンツとしてのコンテナファイルの再生を主体とするのに対し、コンピュータゲームや各種ユーティリティソフトウェアを含む 実行ファイルの稼働環境にまで枠を広げており、携帯情報端末全般との境界も曖昧になっている。コーデックは様々な規格や仕様が存在するため、これら全てに組み込みシステムを対応させるのは容量や処理能力の点で現実的ではない。そのような対応範囲が限りなく広い製品は、機能面の充実のため高価なハードウェアとなりがちで、 またコーデックの種類によっては組み込みに再試ライセンス量が発生する点もコストを押し上げる。このため廉価版製品では対応コーデックを限定しユーザーに所有するメディアファイルを機器が対応する形式に変換するためのユーティリティソフトウェアを提供しパソコン側で所定の形式に変換して利用する形も少なくない。これらの変換ユーティリティソフトウェアは メディアコンバーターや変換ソフトなどとも呼ばれる。主要なものでは MPEG やその流れを組む音声ファイル向け MP3 が、また動画では圧縮効率の良い MP4 及び関連する隠しコーデックが利用される。これらの機器は限られた記憶領域を有効に利用するため、標準的にデータ圧縮したファイルに対応している。デコーダーを内蔵し、データを展開して、 音声や映像に変換する。また、音声信号を増幅して、スピーカーやヘッドホンに送るためにアンプを内蔵し、映像を表示するための表示機能を備える。2000年代のデジタルメディアプレイヤーでは、液晶ディスプレイが安価で、省電力、かつ必要十分な表示機能を備えることから、多用される。記憶装置には、内蔵フラッシュメモリ、メモリカードのほか ハードディスクドライブなどがあり、これに複数のファイルを格納して適時取り出すためにファイルシステムを持つ。プレイリストのようにユーザーの希望するファイルを優先的に呼び出すアプリケーションも内蔵し、利便性に対応する点はデジタルオーディオプレイヤーと同じだが簡易的な製品の下の機器の付加機能の場合は再生機能が簡略化されることもある。 フラッシュメモリを使う製品では、機構がすべて電子回路で構成され、振動に弱いハードディスクや光学ディスクなどの稼働部を持たないため、加速、衝撃に強いなどの利点が存在する。ハードディスクや光学ディスクは大容量に対応した、据え置き仕様を前提とする機器に、フラッシュメモリ型は振動や衝撃にさらされることの多い携帯型の機器にといった住み分けが見られる。 ユーザーインターフェースはボタンによるものなほかタッチパネルなどの入力機器に対応する製品も見られる。メディアファイルの取り扱いにはパソコンとの連携が必要になるためユニバーサルシリアルバスなどでパソコンに接続可能な機器が多く、またメモリカードを記憶媒体とする機器ではパソコン側でメモリカードにファイルをコピーしプレイヤー側で再生することも可能である。 これらの製品は世界各国のメーカーから発売され広く利用されているが中国製品には MP5 という表記が付与された製品が登場している。しかし2011年現在においてムービングピクチャーエキスパーツグループ系列の映像や音声の符号化ファイルフォーマットは音声ファイルフォーマットとしての MP3 動画コンテナフォーマットとしての MPEG-1 mpeg-2 に低ビットレートを目指しだが圧縮する mpeg-4 が存在するが mpeg-5 あるいは mp5 というコンテナフォーマット規格は存在しない。しかし中国ではデジタルメディアプレイヤーのうちリアルビダオのファイルフォーマットに対応した製品のうちに mp5 と表記するプレイヤーが複数存在する。これは中国においてリアルビダオが 標準的な動画ファイルフォーマットとして利用されており、これに対応することが中国市場において消費者への利便性アピールにつながることに由来する。この企画は国際的に認められたものではないが、この表記が見られる機器が中国市場のみならず、日本国内でも中国製品の輸入販売業者や OEM 提供を受け販売する。 ファブレスメーカー経由で販売されており、しばしばレンカ版の製品としての販売も見受けられる。もともとこの表現は中国電子機器メーカーの愛国社が2008年頃から自社製品で使い始めたもので、メディアプレイヤー一般が MP4 系列のファイルフォーマットに対応するところを、さらにリアルビガオのような広く使われているフォーマットに対応することで、 MP4 プレイヤーより上という差別化戦略的な意図があった模様である。ただこの表現は中国国内でも明確な定義として定着しておらず、しばしば中国国内でも愛国者製品を含めリアルビダを対応 MP4 プレイヤーとして表現される。後の製品ではリアルビダをへの対応に関係なく、MP4 プレイヤーに付加機能がある製品のうちにこの表現が見出せ。 2011年現在においては、例えば YouTube のフラッシュビデオに対応、ないしゲーム機のエミュレーター機能を持つ製品のうちにも、MP5 プレイヤーのような表現が見られる。ありがとうございます。